ちゃん。こんにちは、さゆたかさん、はい、ちょっと情報入ってきました。ちょっとじゃない、だいぶだ。そうですね、私がちょっとっていうことはもう皆さんだいぶ知ってると思うんですけれども、記事になってるので、はい、あのソフトバンクを退団が決まった森唯斗投手を、はいはい、なんと DeNA が獲得調査を始めたということが分かりました。いやこれは、はい、まあ、年俸がネックになってたんだよね。どうやらソフトバンクでそうみたいですね。やっぱ他球団取るってなるとさ、はい、やっぱそこまでは出せないという、うん、何億も出せないというね、はい、だから自由契約になって、はい、まあ、それで年俸をこう交渉で抑えられるという、うん、で森の年齢を考えると、はい、まだまだいけるんじゃないかっていうような、うん、まあ、そんな感じはするし、立派な経験積んできてるから。そうですよね。だから戦力としては欲しい球団は DeNA だけじゃなくて各球団あるんじゃない、はい、ありますかね、うん、まあ、まだ31歳で そもそもが、クローザーだったんですよね。で今シーズンが先発に転向したんですけれども、はい、ウエスタンリーグでは12試合で5勝5敗防御率 1.54、まあ、これウエスタンになってしまうんですけれども、はい、まあ、そんな中で、まあ、DeNA は例えば山崎康晃投手が今シーズンクローザーから不振で外れるとか、やっぱり後ろという部分でクローザーとしてはあんまり考えてないと思う。やっぱ中継ぎだよね。先発でもないと思うし、はい、やっぱりここって言ったところで投げさせてあげた方が森の性格的にも合うと思う。いやだから先発で求めるんだったらやっぱ違う、うんうんうん、でも中継ぎという限定の中で行くんだったら、はい、それはジャイアンツだって手を伸ばしてくる可能性もある。あ、十分ありますよね。あるある。そうです、だから DeNA だけではなくて他も調査はしてると思う。それは例えば DeNA だと7回、8回だったりっていうところですか、まあ、もちろんそうだね。9回はもう森原投手なんですか、それも山崎投手。いやいや、またそこら辺は来年競争じゃないのか、だからそこら辺は決まってないしね、うん、仮に森を取ってよかったらクローザーにする可能性だったら十分そうですよね。 DeNA はいくらぐらいで交渉できたらいいなっていうふうに森唯斗選手は思ってるんですかね。やっぱりね、うん、話してみないと分かんない、うん、1億もらわないと僕野球やりませんって言うんじゃ、うん、多分話にならないと思うんだよ。そうか、いや野球ができるだけでいいですと、はい、その代わりやったらインセンティブをつけてくださいみたいな、うんうんうん、そのぐらいの姿勢でいくと、はい、まあ下級団取りやすいよね、うんうんうん、じゃあまあ3000万とか4000万とか5000万から始めようか、はい、で何試合登板でいくらとか、うん、ホールドポイントいくつでいくらとか、うん、まあ、そういう契約ができるといいと思ってるんじゃない。単年になりそうですか、複数年。いや複数年はもちろん上げないよ、うん、まずはね、はい、1年やったと、うん、まあ全然できるじゃないかと、うん、じゃあ2年契約しようかっていうことだよ。そりゃ最初から分かんないよ。そうですよね、そりゃそうだよ。確かにソフトバンクでもだって中継ぎが楽なわけじゃないもん、今年なんか見てると、うん、で苦しい中でもその森を切ったっていうのは、はい、やっぱなんかそこら辺での年俸とかね、うん、いろんな絡みがあったのかもわからないけども、まあ、31歳で自由になれて、はい、まあ、どの球団も選べるっていうことになると、うん、これからまだ働けるからな、故障がなければ。まだそうですよね。そうそうそう、まあ、一回故障箇所がね、うん、まあ、どうなってるのかちょっとわからないけども、はい、まあ、投げてるっていうことは、まあ、そんなにね、うん、まあ、心配することはないけども、先発で長いイニング投げるよりはもう本当にもう1イニング限定とか、はい、まあ、イニングに入って右の時に行って左が出てきたらスイッチだとか、はい、そういうことはこう考えられるピッチャーだよね。そうですね、うん、やっぱり森唯斗選手って言ったらクライマックスシリーズだったりとかそういうところで大舞台で王座っていう、まあ、そうだね、うん、経験は豊富なだけにね、はい、その経験を買うところっていうのは多分あると。あと先ほど話に出た巨人も取れるんだったらやっぱ欲しいじゃないかと思うよ、うん、まあ、調査はすると思うよ。やっぱそうですね、阿部監督調査しない、頭ごなしにもいらないっていうような、うん、そんな選手でもないよね、うん、やっぱ一応調査してみる価値はある選手だよ、うん、だからした方がいい。ヤクルトとかどうですか。あといや可能性がなくはないよ、うん、ただドラフトが決まらないと動きにくいっていう球団もあるだろうね。あ、まあ、枠があるし。そうですね、うん、ピッチャーを取り損ねた、あ、じゃあ森取っとけみたいな、うん、いうこともあるし、あとその FA する選手が出ていくのかとどまるのかによっても変わってきますよね。だからさ、もう全然変わってくる。ヤクルトだとね、田口投手が FA 権持ってるので今シーズン、まあそうだね、まあ右と左ではまたちょっと考え方が変わるけどね、はい、まあ、だからその日本ハムもそうだしさ、
まあでもあそこはあんまりこう年齢層の高いのは取らないからね、うん、若手若手っていう、うん、もうこれからのチームだけにね、うん、そうですね、はい、どちらかというとじゃあセ・リーグの球団の方が森友哉選手あのねやっぱりね DH がないからピッチャーそれだけいるんだよやっぱり優秀なのが、うん、打順が回ってくると代打っていうことになるし、はい、そしたら誰生かすかって、うん、森行きましょうみたいな、うんまあ、そういうこともあるしだから、まあ、セ・リーグの方がピッチャーを抱えなきゃいけないよね、はい、優秀なピッチャーの中継ぎで、うん、そういうのの兼ね合いもあってっていう感じですね、まあ、そうだねまあ癖玉だしなちょっとカット系にこう入ってくるし、はい、だから左バッターは苦労しそうだしな、うん、だからそういう意味では森なんか、まあ、取っとくといいかもなそうですね森友哉選手もまだまだ体元気なのでもちろん野球続けていくし顔が元気だよ、ね気合が元気いやもうそう顔から気合が出てるのでそうですよねそうそうそうあともう一人楽天を退団した住谷銀次郎捕手がどうやら古巣の西武が獲得調査に乗り出したと俺まずね住谷がクビになるなんて本当、うん、これっぽっちも思ってなかったんだよ、まあ、現在36歳だったんですけど36歳でしょ、はいまあ、キャッチャーってやっぱ経験がいるポジションだし、はいまさかクビになるとは思わなかったしね楽天のキャッチャーがじゃあ一本立ちできたかっていうと、うんはい、もうちょっと時間がかかるかなっていうふうに見てたから、はい、だから住谷がクビになったってまあそれだけ若手にね自覚を持たすためにもう上を切ったっていう考え方はできるにしても、はい、いやびっくりしたんだよねああそうだったんで調査をしてるって、はい、おおよかったなと思って、はい、調査をしてるところが西武じゃないえって思うよなあの一応出ていや FA で巨人に行ってさ、はい、巨人の時はもう出番を求めて、はい、直談判して楽天に行ってって、うん、そうなんですよねでまた西武に戻るのかみたいなそうです戻るとなると6年ぶりの古巣復帰これ銀次郎に戻すんですかね名前そうすると、うん、そんなことはどうでもいいよどうなんだ私もそう思うけど気になるよな女性はな、はい、そういうところがな銀次郎かなみたいなでも今その西武も古賀捕手など出てきてますよねだから住谷も主戦というふうには考えてないと思うんだよ、うん、ただやっぱり若手が出てるだけに、はい、住谷の経験を教えてほしいという、うん、で将来的には幹部候補生というか住谷っていうのはすぐ入団してからマスクをかぶり続けて、はいまあ、ここまで来てる、うんまあ、経験豊富なキャッチャーだから、うん、その経験を若手に教えてほしいとか、はい、また見本になってほしいとかね、うんまあ、そういうこともあっての西武が調査に出てるのかなっていうような気はするよねそうですよねただ、うん、なんか理不尽な感じはするけどねそうですね出て行った人間をそうなんですよなんかあのね勝手に家出てかれてそうだな6年ぶりにだからやっぱりね球団日本の球団ってやっぱあったかいよなまあそうですねそれ考えだからなんか家族みたいなそうですよ ねおあいつ家出しちゃったよみたいなそうでも帰ってくるってよってもう帰ってきてってもう帰ってこいよみたいな優しい、うん、いや優しいんだよただやっぱり住谷の経験っていうのは、うん、将来的に見ても、はい、指導者としてね、はい、生きてくるだろうし、うんまあ、そういうところの西武は狙いがあるのかなっていうような、うん松井和夫もそうだしね、はいまあ、メジャーから楽天行って楽天からまた戻ってきたし、ねうんまあ、松坂にしたって、ねうん、戻ってきたしソフトバンクそうですねそう戻ってきたしだからまあそういう意味では将来的な幹部候補生として、うんまあ、引っ張ろうかなっていう気持ちはあっての調査なんだろうとは思う、うん今シーズンは、ね、森選手が抜けてオリックスに行って、はい、24歳若手の古賀選手がマスクをかぶってっていうところで、はい、そこに来週、まあ、柘植も頑張ったからなあそうですね柘植選手もそうですよね、うん、でそんな中で西武っていうと高橋光成投手今井投手趣味田投手与沢投手とか若い先発陣が多いのでベテランのキャッチャーがそこにまた加わって引き出すっていうことで何か、まあ、可能性は引き出せる可能性は大いにあるよね、うん、で古賀選手もやっぱり学ぶこともまあまあいや学ぶことだらけだそ経験値が違うもん、はい、だからそれはやっぱりいい見本というかね、うん、いい教材が来るっていうふうに考えると、はい、マイナスでは全然ないよねそうですプラスしかないというか、うんまあ、そんな感じはするけどねそうですこれが主戦に住谷使い出したら、うん、え何みたいになっちゃうけど、はい、それは松井和夫はやらないと思うしね、うんうん、ただ教えてやってくれみたいなそうですねあくまでやっぱり古賀捕手だったりとか柘植捕手っていう選手がいてっていうところなんですね、うん、まあまあそうだね、うん、だからまあ若手のバッテリーでこう戦ってきてるけども、まあ、そこに一つねスパイスが入るとまた違ったものが出していけるのかなっていうふうに考えるとね、うんまあ、住谷の力っていうのは大きいと思う、うん、そうですね、うん、
まあ、自由契約とか退団になってもやっぱり他球団から声がかかるっていうのはね、はい、本当に嬉しいというか。いやそれは嬉しいですよ、ね、いやでもまずはびっくりしたと思うよ、え俺が上みたいな西武かなんでみたいなあそうみたいな、まあ、そんな感じがするけども、はい、まあでもねやっぱ西武というね、うん、入れる家があってまあまあ良かったというかまだ本人なりではないけども、ねはい、まあまあね、うん、いいなと思うよね。そうですよね、あったかいよ今ね、はい、あったかいですね。あの太選手もね、まあ、新天地フルスでねまだ決まってはないですけれども決まったらまたそこで活躍してくれるっていうのをねファンはいいな、はい、はい、楽しみにしたいです、はい、顔が元気だからね森内選手ね、そうそう、はい